ナイルパーチは、鈴木木赤メカに属する魚類。アフリカ大陸熱帯域の川、塩湖、寄水域に生息する。全長193センチメートル、体重200キログラムの記録がある大型の淡水魚として、現地では商業上重要な食用魚であり、多くがヨーロッパや日本に輸出される。観賞魚としても人気が高い。 ウガンダで漁獲されたナイルパーチと並んだ人災害で全長2メートル、体重200キログラムに達し、淡水魚としては大型の部類に入る。同族で日本産のアカメエルジャポーニカスに近縁であり、外見も酷似している。アフリカ熱帯域の河川、塩湖、寄水域に広く生息し、セネガル川、ニジェール川、ボルタ川、チャド川、 ナイル川など主要な河川の流域で普通に見られる。肉食性で小魚や甲殻類などを鈍食する。水産資源としての価値が高く、もともとの分布範囲を超えてアフリカ各地に放流され定着している。由来は1950年代に当時の創始国イギリスにより漁獲量工場のために導入されたようである。放流された水域では外来種として 在来生物群衆に大きな影響を与えている。特に、ビクトリア湖の事例は深刻であり、ナイルパーチの放流が原因で固有種のシクリットなど、多数の淡水魚が激減、絶滅し、それらが食料としていた微細藻類が異常繁殖し、青子が発生する等、生態系に深刻な影響が出ており、IUCN の世界の侵略的外来種ワースト100に選定されている。 日本にも輸入され、環境省による要注意外来生物にリストアップされている。ドキュメンタリー映画、映像番組、ダーウィンの悪夢は、ビクトリア湖における養殖から派生する、数々の社会問題を主題としている。この作品は、映画賞を多数受賞した反面、事実関係の誤りの指摘や、政治的なプロパガンダであるとの批判もあり、賛否両論である。古代エジプトで、 ミイラにされた魚としても知られている。ナイルパーチは大型魚で肉質も癖がない白身であることから食用として需要が高く全世界に輸出される。特にヨーロッパと日本に多く輸出されており、日本ではレストランや給食などフライ用の白身魚として白、スズキなどの名で供される。また、スズキの大用魚として回転寿司の寿司ネタにされたり、 小売店で販売されることもある。2003年のジャス法改定以降は、鈴木、白、鈴木などの名で販売することは禁じられたが、外食や加工したものは除かれている。ありがとうございます。